俺の夢は世界一のチームの11分の1になることです。小さい頃さ、強しっていう幼馴染のガキがいて、それを信じてプロになるって決めたんだ。うぜえな。てかそんな頑張ってどうすんの。ふざけんなよ。安藤君はなんでそんなに頑張れるの。部活は中学までって約束のはずだ。自分の気持ちに嘘をついたら人を感動させることなんてできないの。もうちょい。若宮四季、なでしこジャパンも。まあそうだけど、俺はあんたとは違うんだ。プロになれるとか簡単に言うんじゃねえよ。戻りたいんだ。必死だったあの頃の自分に。なあ、しゅんくんさ、いい顔してたよね。僕もう一度サッカーやってみようと思います。あんたみたいな人とサッカーがしたいんです。ねえ、勝負しよう。私にとってサッカーは一人でやるものじゃないの。